山体中央の割れ目が、大沢崩れ富士山山頂から見た影富士の中の、大沢崩れ大沢急白書付近から望む、大沢崩れ大沢崩れの空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成富士山加工と、大沢崩れのステレオ写真、写真情報が来た。国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成対策崩れとは、富士山の山体の新西面側にある大沢川の大規模な侵食国のこと。最大幅500メートル、深さ150メートル、頂上の河口直下から標高2200メートル付近まで達する。大沢川は、大沢川大橋付近より、ウルい川と名称変更し、海まで通じている。 大沢崩れは、現在も進行しており、落ち岩の音が絶えない。崩壊がさらなる崩壊を呼ぶため、崩壊値は拡大する一方である。大沢崩れの形成の年代は明らかではないが、堆積している古い土石流の中に埋もれていた、木片を年代測定した、結果、約1000年前に大規模な土砂移動があったと、推定された。 現在では1日あたり10トン積みの大型ダンプカー28台分に相当する275トンほどの崩壊量がある。大沢崩れ下方には土石流などの崩壊物が堆積し、洗浄地となっており、防災のための砂防工事が進められている。富士山には800以上もの放射国、侵食国が発達していると言われるが、その中で、 大沢崩れが特に崩壊規模が大きいのは、大沢崩れのある西面が最も傾斜が急であるからとされる。なお、このような侵食国の発達は別に異常のものではなく、現在の富士山の地形は、地形の輪廻からすると幼年期であり、やがては風雪などによって侵食が進み、解析された山体となっていく運命にある。富士スバルライン奥には駐車場をにはなめわ。 仏石流し1番沢2番沢舞沢大沢旧白書大沢崩れ見晴らし台なおお庭へはご中道として富士スバルライン5号目からも行くことができたが2016年以降は土砂崩れで一部区間が通行止めで復旧の目どが立たないなお富士山スカイライン側からのご中道は1977年に死亡事故が発生し以降は廃道になり アレルに任せている。ありがとうございます。